さあ、ついにめちゃイケ新メンバーが決定いたしました。めちゃイケの新メンバーは重森里美、ジャルジャル、タンポポ、アツシ、そして素人参加のサンちゃんこと三中元勝、計7人の方が新メンバーとなります。すげえ、めっちゃ多いやん。マジか、これは確定？このメンバーで確定やんね。そうです、この7人を入れて新たなめちゃイケがスタートします。ねえねえ、めちゃイケの新メンバー決定したみたいだけどさ、7人ってさすがに多すぎやしないか？新メンバーの7人、正直微妙かな。個人的にはネタが面白いからジャルジャルには期待だけど。冷静に一般人も入ってるし、これから大丈夫なんか？しまゆうのアトリエ。1996年から2018年まで放送されたバラエティ番組めちゃめちゃイケてる。22年間にわたって放送された長寿番組で、飛ぶ薬、めちゃめちゃモテたい、めちゃめちゃイケてると番組名を変更しつつ、お茶の間に笑いを届け続けた後世に残るバラエティ番組であった。レギュラーメンバーはナインティナイン、よいこ、極楽とんぼ、オアシス、鈴木紗理奈、武田真治、雛形亜希子など人気タレントを抜擢。最高視聴率は 33.2% と高い数字を叩き出しているが、最低視聴率は 4.5% となっており、かなり振り幅の大きい番組であることも有名である。ただ、この振り幅の大きさは22年間も続けてきたからこそだと言える。めちゃイケは残念ながら2018年に番組が終了。一体22年続いた番組が急遽終わってしまった原因は何だったのか。そこには深い闇の部分が存在していた。今回はそんなめちゃイケの闇を紹介していこう。1、極楽とんぼ山本の番組降板。めちゃイケの顔として認知されているのはナインティナインの岡村隆史である。しかし当時、岡村に負けず劣らずの人気を誇っていたのが極楽とんぼの山本だ。山本の人気が高かったのは、他のメンバーよりも積極的に笑いを取りに行っていたことが理由として大きいだろう。めちゃイケのメンバーの中で笑いのエースだったと言っても過言ではない活躍だった。だが、我々の記憶には新しい2006年、山本はあの事件で書類送検される。後に示談が成立し、山本は不起訴処分になったのだが、吉本興業との契約は解除され、めちゃイケも降板することになってしまった。その結果、極楽の山本がわいせつ容疑？とんでもないニュースだけど、これから極楽とんぼはどうなっていくんだ？まさかあの山本さんが？信じられない。今後の放送どうしますか？どうするって言ってもな、山本なしでどうすりゃいいんだよ。めちゃイケを存続させるために何ができるか考えていくしかない。めちゃイケの笑いの核と言っても過言ではなかった山本の降板。実際にめちゃイケの視聴率トップ10を見てみると、トップ10のうち7回が山本が降板する以前の放送回。山本は笑いと視聴率を取る重要人物だったのだろう。抜けた穴がとてつもなく大きかったことは明確だ。しかし、この山本の降板はめちゃイケが終了した理由のほんの一部に過ぎないのだ。2、岡村の体調不良。岡村はめちゃイケの顔であり、番組内では岡村を軸とした企画は数多く存在していた。ある意味で岡村頼みになっていた部分もあったのかもしれない。しかし、今日も帰宅がこんな時間になってもうたな。昨日体調悪かったから今日はさすがに早寝なあかんと思っとったのに、最近忙しすぎて体を休める暇がない。このままじゃやばいのは自分でも分かっとるけど、どうすればええんやろ。岡村が休養することになったのは2010年。この頃の岡村はめちゃイケの他にもぐるぐるナインティナインといったレギュラー番組、さらには主演映画ティダカンカン海とサンゴの小さな奇跡のプロモーション、演出やプロデュースを自ら手掛ける一人舞台二人前の準備など、非常に多忙な日々を過ごしていたことは誰が見ても明確であった。異常なまでの多忙さによって岡村は徐々に体調を崩していってしまう。岡村さん、明日の予定ですが、午前中に映画のプロモーションがあって、その後番組の収録で。ちょっと待って、明日もそんなに予定詰まってるんか？マジか。そうですね、今はめちゃくちゃ忙しいと思いますけど、ここを踏ん張ればきっと余裕が出てくるので。もうええ加減にせえ、岡村限界やで。岡村の異変に気がついたのは相方の矢部だった。疲弊する岡村を見かねた矢部が休養を勧めたこともあり、岡村は全ての仕事をキャンセルして芸能活動を休止。病名は明かされていないが、精神的な病だったと言われている。岡村の体調不良をきっかけに全ての歯車が狂い出す。
3. 新メンバーオーディション。岡村不在で窮地に追い込まれためちゃイケ。このピンチを打開すべく企画されたのが新メンバーオーディション。めちゃイケの新メンバーを見つけるオーディションで、ピンチをチャンスに変えようと大きな期待を背負って開催された。しかし、このオーディションがめちゃイケ衰退を後押ししてしまうとは。さあ、ついにめちゃイケ新メンバーが決定いたしました。めちゃイケの新メンバーは重森里美、ジャルジャル、タンポポ、アツシ、そして素人参加のサンちゃんこと三中元勝、計7人の方が新メンバーとなります。すげえ、めっちゃ多いやん。マジか、これは確定？このメンバーで確定やんね。そうです、この7人を入れて新たなめちゃイケがスタートします。オーディションの結果、めちゃイケの新メンバーに選ばれたのは重森、ジャルジャル、タンポポ、アツシ、三中の計7人。新メンバーの顔ぶれを見た視聴者の反応は、めちゃイケの新メンバー決定したみたいだけどさ、7人ってさすがに多すぎやしないか。新メンバーの7人、正直微妙かな。個人的にはネタが面白いからジャルジャルに期待。めちゃイケの新メンバー一般人も入っとるやん。これから大丈夫なんか。岡村の穴は埋められんと思うけど。新メンバーを迎えためちゃイケは岡村を含め10人だったところから計17人に。レギュラーメンバー17人というのはさすがに多すぎて、視聴者側の混乱も招く結果となってしまった。実際にオーディションの模様は平均視聴率 10% 台半ばをキープしていたが、あくまで一時的なもの。メンバーが決定してからは視聴率が低下していった。めちゃイケの再建を図る目的、そして岡村の穴埋めをしなければならないと焦って始めた新メンバーオーディション。しかし結果は惨敗。誰がどう見ても余計悪くなってしまったとしか言いようがない。4. 岡村の番組復帰。7人の新メンバーを迎え再スタートを切っためちゃイケだったが、あの男が番組に復帰することに。ナイナイの岡村、ついにめちゃイケ復帰したんだ。てかめちゃイケって新メンバー入ったばっかりじゃなかったっけ。岡村が復帰したのは喜ばしいんだけどさ、新メンバーは番組での立ち位置もまだあやふやだし、このまま7人みんな空気のようになってしまうんじゃない。新メンバー加入から約1ヶ月後、なんと休養していためちゃイケの顔岡村隆史が復帰。新メンバーが番組に馴染む前に主人公と言っても過言ではないメンバーが戻ってきてしまったのだ。岡村の穴を埋めるべく開催された新メンバーオーディションだったが、新メンバーが存在感を見せる機会は少なく、めちゃイケの救世主といえる人物が新メンバーから出てくることはなかった。5. 降板していた山本のめちゃイケ出演。2016年、すでに視聴率が低迷していためちゃイケ、ここで最後のカードを切る。それは降板していた山本の出演であった。山本はどうしようもねえわ、こいつはどうしようもねえ男ですわ。ただもう一回やりてんだよな俺。山本さん、加藤さんはもう呆れてんねんて。でももう一回やりたいねんて。めっちゃ好かれてんもん山本さん。山本の復帰は視聴率が低迷していためちゃイケの起爆剤になるかと思われたが、山本復帰会の視聴率は 11.9%。 決して悪い数字ではないし、多くの人を感動させる素晴らしい回だった。一方で山本の復帰はめちゃイケ存続の切り札でもあっただけに、物足りない結果に。山本の復帰が話題になったことは間違いないが、低迷した視聴率を完全復活させるほどの力はなく、めちゃイケサイドからすればついに打つ手がなくなってしまったと言えるだろう。山本がめちゃイケ出てた。初期からめちゃイケファンだった私からすればマジで歴史的な瞬間。いやー、極楽山本さんの復帰感動。加藤さんのもう一回やりてんだよが泣けた。めちゃイケに約10年ぶりに出演した山本を見て多くの視聴者が感動。しかしそれでもめちゃイケの衰退を食い止められなかったのは、もうすでに手遅れだったのかもしれない。めちゃイケが衰退した理由は、人気メンバーだった山本の降板、リーダー岡村の休養、そして新メンバーの不発が大きな要因として考えられる。その他にもプロデューサーの交代もめちゃイケの人気が落ちた理由として挙げられ、制作コストが高かったことが打ち切りに大きく影響していたとされている。日本の定番バラエティ番組として当たり前のように存在していためちゃイケ、どれだけ結果を出してきた番組であっても、昨今のテレビ番組は生き残ることが難しい状況となっている。めちゃイケ以上に日本に根付いている長寿番組も近い将来打ち切られてしまうかもしれない。今後のテレビ業界の行く末はどうなっていくのだろうか。